出た。あ、うまいや。うん、て長田町の人たちは変わらない。今日の伊藤孝恵チャンネルは、現役国会議員と現役秘書で見る罠の戦争鑑賞会です。最近いろんなところであのドラマ見てるとか言われない？言われます。私一回も見たことないの。もう我々も初めてですからちょっと緊張します。絶対違う。緊張します。河合さんだけ毎週見てて、私たちは正真正銘初めての今から第1回を 見るっていうね、はい、すっごいドキドキするんだけど、まあ、でもあの見てのお楽しみで、どういう反応するか高井さんの顔見ながら我々もあの見て、え、何、私がドキドキする内容なの？まあそうですね、うん、どういうところに？その展開を見ていくと、うんうん、あー、っていうような感じで、でちょっとドキドキすると思いますよ多分。え、主人公に自分を投影したりするってこと？うん、あ、主人公が我々なんですよ、うん、脇役なんですけど、私が脇役、銀が脇役なんですけど、そこで起こるこういろんなさまざまなこう複雑な絡み合うことを、うん、があって、うんうん、まあ、秘書としてどうこうやっていくかみたいな。なるほどね、うん、じゃあ議員のなんか生態本性と秘書の秘書道とか人間としてどう生きるかみたいな、そういう、あ、そうですね、そういう感じかもしれないですね。そうですね、そんな感じですね。見てみるか、一回見てみて。あ、草薙くんが主演なの？そうです、そうです、秘書なんですよ草薙くんが。でも僕こんなキャンプやったことないです。やっぱり僕を投影する。まさにすごい再現性高いよ、うんうん、あ、全然部屋は再現性低いな。そうそうね、全然違う、こんな素敵じゃない。第一秘書？草薙くんは第一秘書ですね。一緒じゃん。何が王なのか分からない。これパーティーですね。パーティーね、政治資金。うまいや。こんなに盛り上がって見るもんなのこのドラマ。あ、作るね、作るね、ある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 、え、映像ね、すごいね、これ取材力がすごい。あ、まさに河合さんじゃんこれ。うわぁ、生タバコ。え、河合さんこういう時は家族の電話を優先してね。高井さんはそうやって言いますよね、うん、え、ありますね、ありますね、ありますね、このシーンありますね、両手持ってこう上上げるっていう、いい再現性だね、うん、頭を下げて下げて下げば首ヘルニアになり腰ヘルニアになり、グルってこと？グルなんですよ。うんってうなずいてる。リアル。永田町の人たちは変わらない。なるほど。うわ。私主犯指名受けた後本会議場出たらこんな感じだった。あ、こんなもめきだったんですか。造反ですかって。まあ、ここまでじゃないけどね。ああ、でもこの政治家いるけど我が方にはそんないないタイプだよね。ああ、なるほど。なんかちょっと古いっていうか、うん、でもまだ生存している。一番共感したのはあの言葉だな、なんか強いものは何をしてもいいと勘違いしている、そういうやつらが永田町にはいっぱいいるんだって。あそこだね、うん、抗うことが超難しい町なんやなっていうのは、うん、高井さんを見ててすごい感じてたんですけど、
これねっていうなんかねそんなに違わないわ。あそうですか。僕たち東京の会館とかって年に皆さん1回も行かないです、うん、我々は。だから東京のあの状況っていうのがよくわからないっていうのは正直ありますけど、なんかでも主に描いたのってこの政治家同士の表じゃない裏の顔と、こうなんか気に入ってる気に入ってないで仲間と見せかけて本当は疎ましく思ってるとか、難しい人間関係っていうと言葉が綺麗すぎるけど本当に汚らしいなんか人のなんかこう足の引っ張り合い、それはあるんですか。感じるよ。あ、褒めてるわけじゃないんだ、ないんだけどね言葉通りを取る人間からすると本当に言葉通り取った後にリアクション間違えてないかなっていうのは多分、ありますね、ある。いや、さっきのまさにそうですよね、うん、吹原さんらしいパーティーですねって言われてありがとうございますって別に褒めてないんだけどねみたいな、ね、息子ですって紹介したら本当ゴミを見るような目でうなずきすらしないっていう、あれはじゃあ何の伏線なのって話だよね。そうですね。あとはやっぱり自分の息子を政務秘書官だとかっていう、ね、別にそれがダメとは思わないですけど、能力があったりだとかするんであれば全然いいんですけど、やっぱりなんか変な風に見られちゃうっていうのがありますよね。でもまあこれが全てではないですからね。いやでもなんかこう秘書とか、ね、議員とかに限らず会社の社長もそうだよ ね、まあ、ね、従業員を大切にする会社と、ね、お前なんて一つの駒だ代わりなんていくらでもいるんだっていう人は別に政治に限らずいるっていうこの社会のなんかことを言っているんだけど、政治家って特に思想っていうのがイメージがぴったりだよね。そうですね。結構だから監修とか入れてんじゃない、なんか細かいディテールいっぱい、なんかこうポスターとかもそうですよね、こういうなんか、ね、こういうポスターとか大臣のその服を買ってるなんていうのフォルムとか襟立ってるとことかさ、ねえ、ね、どうだったテレビ見て感想は。え、ちょっと秘書チーム頑張ってほしいなっていう風に。あ、本当の純粋ああ、え、え、え、まあ、本当にあ、え、あ、どうだね、頑張ってほしいな私もそれは思う、うん、第3話ぐらいでもやったらで終わってほしいわもやもやしたくないから、うん、新米の秘書さん可愛かった可愛かったですちょっと多分割と近いと思うんですよ、やっぱり。だから多分あの環境で多分いたら多分もう心折れてやめてるだろうなっていう風に、うん、いいじゃん、みんなから可愛がられてるんだ。いや本当今こうしてあのいろんな方から可愛がってもらってますけど、もし僕が永田町に行ったらどうなるんだろうなっていう風に考えながら、いや一緒一緒、地元も永田町も一緒一緒。なんか永田町は永田町の難しさがあって、地元は地元の難しさがあって、永田町でなんかその権力レースに私がこうの中にいたらすごいしんどいのかもしれないけど、私もあの野党の好きかっていうキャラとしてもだいぶ確立してるからそのなんかこう攻められるのに対しての嫌な思いはするかもしれないけど、多分地元の方がしんどいと思うよ。まあでもうちの事務所はそんなね、こうギスギスもないし、まあね、俺のおかげってことだから今なんか、ね、そんなこと思ってないですよ。なんか全然そんなこと思ってないそんなことは思ってないですけど、万が一なんか復讐するときはちょっと教えていや言わないですよ。あ、言わないのね。いいの、あ、俺にも言わないの。3人に復讐されるなら本望だわ復讐が復讐じゃないから大丈夫復讐だったんだ。そうそうそう、あれって言ってそう気づきもしないっていうもうなんだじゃれてんの今日の伊藤孝恵チャンネルはドラマ罠の戦争鑑賞会をお送りしました。いや本当に確かにドラマ見てね、罠の戦争が日々繰り返されるのが、まあ、確かに政治の世界かもしれないなと。でもね、その罠の戦争の中で生きていくってやっぱしんどいのよ、うん、でもそれをもし、乗り越えられる頑張れるんだとしたらやっぱりね、もうチームワークしかない、うん、だから、これからも事務所一同、罠の戦争反面教師に一生懸命頑張りたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンよろしくお願いします。